南海電鉄7100系と仙北高速鉄道3000系の旧塗装復刻が決定。すごいぞ南海系列。2024年7月18日南海電鉄と仙北高速鉄道は鉄道ファン歓喜のプレスリリースを発表しました。その内容は南海は7100系を仙北高速は3000系をそれぞれ旧塗装を復刻させるという内容で、まず南海7100系は現在は他車両と同様のブルーとオレンジのラインカラーをまとっていますが、濃淡グリーンのツートンカラーの旧塗装を施し、8月21日自ら南海本線にて運行するとのことで、復刻理由は高野線の6000系が昨年ステンレス無塗装に復元した際に7100系車両も緑色の旧塗装で運行してほしいと要望があり、今回の復刻が実現したとのことです。7100系が復刻塗装をまとうのは今回が初めてですが、系列の7000系は2度まとっており、そちらの復刻を含めると2016年で8年ぶりになります。続いて仙北高速の3000系は、現在のデザインはステンレスに青いラインカラーや SEMBOKU ロゴを側面に配していますが、復刻デザインではそれらを取り除き登場当初のデザインを再現するとのことです。こちらの復刻理由は1975年のデビューから50周年を迎えることから、この特別な節目を記念してとのことです。また南海7100系は復刻に際して車両撮影会を8月17日度に開催、仙北高速3000系は撮影会などのイベントを計画しているとのことです。南海電鉄7100系と仙北高速鉄道3000系の旧塗装復刻が決定したでした。チャンネル登録お願いします。